ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回は問い合わせの多いメタマスクで DEX で取引する方法について解説していきます。はい、結構ね、私の YouTube のコメント欄に、DEX で取引する方法をね、教えてくださいというコメントをいただいてます。例えば、同時コイン20ですね、いつも参考にさせていただいています。配信ありがとうございます。仮想通貨、こちらは初心者ですが、同時20の取引所について詳しく教えていただきたいのですが、というのと、あとこちらは、グリーンビットコインですね。たびたび失礼します。この GBTC トークンを売る方法について教えてください。ユニスワップで売ればよろしいですかと、はい、いうことですね。あと、こちらはですね、私の LINE アットの方にご質問いただいてますね。いつも楽しく拝聴しております。ちょっと教えていただけると助かります。同時コイン20の件ですが、画像までできたのですが、ここから売却等はどうやればよろしいでしょうか。仮想通貨素人で何もわからず申し訳ございません。でも一つが、こんばんは。同時20を換金したいのですが、お話しされている DEX 取引とはどのようにしたらよろしいのでしょうか、ということですね。で、DEX なんぞやということなんですけれども、取引所、2種類の取引所あります。DEX 分散型取引所と言われるところですね。で、ネットワークによって、ね、取引所違うので注意してくださいと。例えば、イーサリアムだと、ユニスワップとか、1インチとか、寿司スワップとかありますと。で、バイナンススマートチェーン、BEP20 ですね。こちらだと、パンケーキスワップ、M になってますね。パンですね。はい、パンケーキスワップと。で、DEX ランキングとかで見るとね、分かりやすいと思うんですけども、ユニスワップは、イーサリアムチェーンの DEX 取引所ですよと、ね。あと、これは、レイティアムっていうんですかね、最近上がってきた。これはソラナの、はい、チェーンを使った取引所ですよと。で、BNB だったらパンケーキスワップとか、ね、ネットワークのチェーンによって取引所違いますので、ここ注意していただけたらと思います。はい。で、DEX に対して SEX とね、C はセントラルの意味ですね。D はディセントラライズドということなので、セントラライズドの取引所、要は集中型の取引所ってどんなとこかっていうと、日本だとコインチェックとかビットフライヤーとかね、そういうところになりますと。海外だとバイナンスとかバイビットとか OKX とか、こういうところが集中取引所ということで、集中取引所だとね、トークンの売買できたりとか、あとウォレットとかもね、管理してたりするので、で、DEX ってどちらかというと、基本的にはご自身のメタマスクとか、ね、スマホのアプリ、ウォレットをこの分散型取引所につないで取引すると。で、集中型取引所ってどっちかというと、その集中型取引所の中にウォレットがあって、そのウォレットで、コインの売買をするという感じになります。なので、メタマスクとかそういうアプリのウォレットね、スマホのウォレットを持っている人は、この分散型取引所につないで直接取引するということになります。はい。じゃあですね、早速そのメタマスクを使って DEX に接続して取引する方法を詳しくね、解説していきたいと思います。はい。まずですね、今回は、問い合わせの多かった同時コイン20ですね。これを売買したいと思いますけれども、同時コイン20、イーサリアムネットワークのトークンになりますので、ね、イーサリアムネットワークにつないだ状態で、で、同時コイン20、私は今、ね、これ、18万コインですかね、持ってますと。はい。で、この状態で、まずはこのブラウザーボタンですね。右から2番目、左から4番目のブラウザーボタンを押していただいて、そうしましたら、検索窓、ね、検索ボタンを押してください。はい。そうすると、検索窓出てきますので、で、こちらに、イーサリアムなので、今回はユニスワップで取引したいと思います。はい。で、uniswap.org と入力すると、選択肢が出てきますので、このユニスワップのアプリのところで大丈夫ですので、こちらを押してください。はい。そうすると、ユニスワップのアプリ開きますので、で、この状態で、まずはね、ウォレットに接続というところを押してください。そうすると、ポップアップ出てきて、ね、メタマスク選んでいただいて、はい、そうすると、接続の確認出てきますので、接続と押してください。は
はい、で接続と押しますと、ね、接続されるとこんな感じで接続済みかつ有効ですというふうにポップアップ出てきて、右上見ていただくと、ね、イーサリアムマークだったのがこのウォレットの、ね、ウォレットとつながりましたよっていうマークに変わってると思います。ここも接続っていう文字がウォレットとね接続されたというマークになりますと、はい、じゃあねここから交換していくんですけど、上に今イーサリアムがあって下にトークンの選択とありますので、このボタン真ん中のボタンを押していただくと、これ逆転しますと上に、トークン下にイーサリアムということで、じゃあねここに、売りたいトークンを持ってきますということで、トークンを選択というところを押してください。はい、でペペとかね有名なトークンはここに出てくるんですけれども、今回同時2ゼロ出たばっかりなので、この検索窓に、はい、同時2ゼロと入力しますと。でそうしますと結構ねたくさんあるので、これ多分ね詐欺コインかもしれないので、はい、で選択肢たくさん出てきた場合はどれを選べばいいかわからないと。私は今回ねたまたまトークン持ってたので、こう残高が出るのでこれだってわかるんですけれども、残高ない場合どれを選んだらいいかわからないという場合があると思いますので、その場合にはですね、ここにコントラクトアドレスを入力すると検索できますと。はい、じゃあね当時2ゼロのコントラクトアドレス、こちらですね、こちらをコピーしてきて先ほどの検索窓にコピペするとね、もうこれしか出てきません。このコントラクトアドレスのコインはこれですよっていう感じで出てくるのでね、なんか変なコインね間違ってやらないようにできればね、コントラクトアドレスとかで検索すると確実かなと思います。はい、じゃあですねこの同時2ゼロを選んでいただいて、はい、そうするとね、まあ、リスク表示出てくるので、まあ、ここ読んでいただいて、理解できたら理解しましたというところを押してください。はい、そうすると上にね同時2ゼロということで出てきますので、で、まあ、あとは売りたい金額を入れればいいんですけども、例えば全部売りたいよっていうことであれば、この最大というところをしますと残高全部反映されますと。はい、で当時コインをイーサリアムに売りたければ、ここでスワップというボタンを押していただければいいんですけども、イーサリアムじゃなくて他のコインに変えたいよという方はこちら押していただいてね、この中から選んでいただければと思います。なければまたここにね検索していただいて、で私は今回じゃあ USDT でね、交換したいという場合は USDT を押していただければ、はい、下に USDT と出てきますので、18万同時コイン、同時2ゼロコイン売ると今だと、22ドルくらいになるということなので、これでよろしければスワップと押してください。はい、そうしましたらね、このトランザクションの承認ボタン出てきますので、これでよろしければ承認して交換するというところを押していただければ、はい、スワップ交換は完了するということになります。はい、でやり方は基本的にあのパンケーキスワップとか他のデックス取引所ももうほとんど同じなので、ね、ユニスワップはこうとかパンケーキスワップはこうとかそんなに変わらないので、もう一度やり方を覚えてしまえば、あとはねどこのデックス取引所でもほぼほぼ一緒だと思いますので、ね、ぜひ今回の動画見て、ね、練習していただいて、いろんなデックス取引所で交換していただければと思います。はい、そしてメタマスクについてね、いろいろ過去に動画撮ってますので、まずねこの辺の動画一通り見ていただけると、メタマスクの使い方ね理解できると思いますので、もしねわからないことあったら、まずはねこちらの、はい、QR コード読み取っていただいて、そうするとメタマスクの再生リスト出てきますので、この中からお探しのね知りたいメタマスクの操作方法の動画を選んで参照していただければと思います。はい、お知らせになります。サラリーマンで仮想通貨をやってる人のためのオンラインサロンを立ち上げました。周りに仮想通貨の話ができる同僚や友人がいないという方、もっと深く仮想通貨のことを話したい方、サラリーマンじゃなくても入会できますので、詳しくはねこちらの動画を見ていただいて、サロンに入会していただいて、仮想通貨特にですね新しいコインについていろいろと情報交換できたらと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。